なおこの試合は初代ナイズフェザー級王者決定トーナメント1回戦3分3ラウンド延長1ラウンドにて行われます。またこれから試合を行います赤コーナー佐藤正人選手には飯田様より激励賞が届いております。はい。
タイムストップ。両者ともに消極的ということでイエローカードが両者に提示されます、はい、なお減点対象とはなりません。ラスト1分第3ラウンド1分34秒、ドクターストップにより勝者1分